はい、ゆっきーでーす。今回は、タバコ喫煙動画。多分初めて吸うんですけど、ピースの、ライトです。こちらタールが10ミリの、ニコチンが 0.9 ミリのタバコです。値段が確か460円でした。はい。ピースの、こういった、なんていうかな。ロングピース以下のやつ。てか、未満のやつはあんまり吸ったことなくて。まあ、ちょっとね、物は試しということでね。うん。あとまだ吸ったことない。ピースインフィニティとか、あそこら辺ね、吸ったことないんですよね。では、いただきます。あ、全然違いますね。ピースのロングピースに比べると全然違う。うん。全然味が違いますね。あ、結構美味しい。ピースのスーパーライトとか6ミリのやつもあるんですけど、これも吸ったことないですね。うん。上質なバージニア派、かっこ、黄色種が醸し出す芳醇な香りと旨味を低タールで楽しめるライトバージョン。バニラタイプの香料がバージニア派の香りと味を引き出し、深みを与えています。うん。そこまで、ロングピースに比べると、全然バニラの香りが全然しないですね。ああ。なんだろう。ロンピーは、俺、最近、あれなんで、全然、タールチ高いやつ吸えなくなっちゃったんですけど、これは全然。うん。でも、ピースの、香りもちょっとある。うん。意外と美味しいな。うん。バージニアの、香りも出てて。あと、ピースの、アロマロイヤル 100S ボックスっていうのもありますけど、これも吸ったことないな。うん。まあ、本当はね、ショートピース買いたかったんだけど、ショートピースが売ってなくて、久々にショートピース吸おうかなと思ったんですけどね。売ってないんですよね、ショートピースね。売ってる店がほぼ、まあ、タバコ屋、行きゃ売ってんだけど、タバコ屋がここら辺ないんで、
以前吸いましたけど、ザ・ピースとかより全然こっちの方が好きですね。俺は。あの変な着光の香りが全然ないんで。あの、香料があんまり使われてないのかな、これはね。バニラの着光もほぼしないですね。ちょうどいい。ロングピースの、香りが弱くなって、そのバニラの香りが弱くなって、で、軽くなった感じかな。うん。だからどちらかっていうとショートピースに、近いですよね。ショートピースはあんまり、バニラの、着光がされてないのか、ロングピースよかは、バニラの香りしないじゃないですか。あれに近いですよね。だから言うなれば、ショートピースを、そのままタール値を、10に下げた、ような、味ですね。うん。そんな感じ。これは美味しい。これは、吸わなかった、まあ、吸わず嫌いっていう言い方もあれだけどね。うん。これは美味しい。四つ星。ご視聴ありがとうございました。